どうもチョキニングです。皆さんツイッター見ましたか？コモリメト11月のどっかで復帰するそうです。やったよ、おめでとう、ありがとう、おめでとう、ありがとう。深夜なんでね、小声で失礼します。10月31日の23時43分頃ですね、コモリメトがツイッター更新しましてですね、11月のどっかで復帰できそうというツイートをしました。いやー、よかった。なんか長かったですね。10月なんか短いようで長かったですね。まあ、丸1ヶ月今休止してたわけなんですけども、まあ、その間ね、一回ちょっと注意喚起とかでツイッターに浮上したりとか、メンバーシップの方ではね、日記が更新されたりとかですね、まあ、そういうのはあったものの、やっぱ配信がないとですね、やっぱ寂しいところはあるんですよね、さすがに。まあ、なんで配信復帰してくれるっていうのはね、すごいありがたいということで本当に嬉しいです。まあでも11月中のどこかで復帰するっていう、まあツイッターの報告しかないので、まあまだまだなんかね、やっぱりちょっと12月になっちゃいしそうみたいなことはね、全然ある可能性もあると思うんですけど、とりあえず復帰のめどが立ちそうというね、報告を、してくれたことを喜びましょう。やった、ありがとうございます。で、もともとこのチャンネルというか、僕のコモリメトの投稿はですね、コモリメトの休止中でもコモリメトのファンを増やしたいなっていう思いを持って始めたんで、正直あんまりやる意味なくなってくるんですけど、これから好きになる人もね、まあ、どんどん増やしていきたいので、すごいまったり適当な感じでね、コモリメトの良さを普及していくようなチャンネルをやっていこうと思います。まあ、有能な切り抜き師さんとはまた別の角度でコモリメトの普及できればいいなと思っております。勝手にやってます。ただ感想を述べて魅力を伝えるだけのおじさんをやっていますのでね、まあそういうのね、続けられればいいなと思ってます。というわけでね、ツイートを見てね、ちょっと急に撮ってるんで、なんか内容もまとめてない感じになっちゃうんですけど、とりあえずこんな感じで以上となりますんで、はい、皆さんコモリメトの復帰を待ちましょう。いや、ほんとよかった。腰でマジでよかった。やっぱコモリメトでしかね、摂取できない栄養があるんですよね、間違いなく思った。これは僕他にも、まあ、推し部位はいるんですけども、まあ最推しがコモリメトなんで、本当にコモリメト の, 活動休止はね、息できないかと思ってたんですけど、やっぱその脳も反射のボケもそうだし、殴り合いもそうだし、ワードチョイスもそうだし、もう全部いい、全部がいい、素晴らしい、唯一無二なんですよ。というわけで、とりあえずコモリメト復帰のめどが立ちました。ツイートを受けて嬉しいっていう報告でした。以上です。ありがとうございました。